続いて、手の返し方です。今まではずっと右手のポイは右側、左手のポイは左側で回ったんですけども、これを交差させる練習ですね。ポイ動き、これは左右に平行に、ポイが回るラインがあるんですけども、その上にポイが右行って左行って右行って左行って移動していきます。体の前で手は横8の字を書きます。前回しの時にはポイが下に来る時、下に来る時、下に来る時、下に来る時で移動させます。後ろ回しの時は逆、上ですね、上に来る時に上上、上、上で回します。これを片手ずつ練習して慣れてきたら、ポイもすぐ必ず反対の手もあるので、反対の手前に出してその手の上で同じことをする。手の上を横切って8の字、あとは下ですね、反対側、手の下を通す、上を通す、下を通す、この両パターンを練習します。もちろん後ろ回しでも、後ろ回しで手の上、下、両方練習します。右手も左手も練習してみましょう。